1号艇で登場の北川俊宏選手にお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。予選トップ通過、しっかり逃げての1号艇での優勝戦ということで、どうでしょう仕上がり具合。いや、なんかね、行き足から回り足がね、なんかスムーズでいいですよ。はい、もうそれはプロペラ調整で。いや、もうね、もうちょこっとしたせね、調整だけで、もう全然、まあ、前回から行き足良かったからね、うん、なんかそう大したことはしてません。はい、今日も時間たっぷりあるんですけども、どうですか、ゆっくりされるんですか。はいはい、あとはもうちょっとね、もうペラをちょっと点検するぐらいで大丈夫です。はい、スタートなんですけど、どうですか今節ご自身で決まり具合。うん、まあ行き足いいからね、ちょっとスタートは決まりすぎてるんですけどね、やっぱりそこだけですね、集中するところは。はい、はい、インコースからスタートと行くだけと。うん、そうです。それではね、先輩、約10年ぶりの優勝がかかってるということで、もうちょっとね、あまり言うとプレッシャーだったらダメなんですけどもね、大チャンスと思うんでね、最後ファンの方に意気込みお願いします。負けてもともとなんで、まあ最後スタートをしっかりいって自分のレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。